楽器をね、紹介しようかなと思っているので、皆さんなんかあたふたあたふたとしてますが大丈夫ですか？はい、ですね、リコーダー、ね、皆さん吹かれたことも多分あるんじゃないかなと思うんですけれども、なんでこんなにたくさん必要なのか、リコーダー、リコーダーってやっぱりこう木にくり抜いて穴しか開いてないので、音域がすごく狭いんですね。めちゃくちゃ狭いんですね。もう本当に2オクターブぐらいかな、ぐらいしか出ないんですね。他の例えばもうバイオリンなんかもね、4オクターブとか出ちゃったりするし、クラリネットももう4オクターブぐらいで出ますし、そういう楽器と、ね、ピアノもね、ここから鍵盤からここの鍵盤まで弾けるので、そういうのと比べてしまうと、もう音域が狭いので担当を増やすしかないんですね。低い担当、高い担当っていう感じで、それで、こんなようにね、たくさんの楽器が必要になってきます。では、一番小さいのというか、一番小さいの、これですね。先ほどマテキのところで登場したんですけれども、これは皆さんよく知っているのはあれなんですね、実はね。あれが、あちらがソプラノリコーダーです。これはソプラノよりもちょっと短いんですね。もう形が一緒なのでね、なんか遠近法でね、もう大きいのが小さいのか分かりにくいかもしれないですけど、ソプラニーノと言います。ソプラニーノリコーダーで、ソプラノリコーダー、これは小学校で今最近は取り上げられてる、扱われてる楽器です。その次に中学校に行くとアルトリコーダー、こちらですね、アルトリコーダー、アルトリコーダー、ねえ、皆さん使われてたのは何色でしたかね。これは木でできてるんですね。めちゃくちゃ高いですねそうです。もうね、やっぱり音を求めるとやっぱりね、ちょっとこう出さないと買えないんですね。でもやっぱりいい音はいいようですよねはい、で、アルトがあって、その次ですね、こちらなんですけど、キラキラしたものがついてるのもあります。はい、これはテナーになります。テナーリコーダーと言います。テナーリコーダー、あ、はい、テナーリコーダーですね。はい、もうキラキラしてるのもあったり、キラキラついてないのもあるんですね。これはね、キラキラ好きとかそういうこともあるかもしれないんですが、ですね、ちょっとこうキーといって、キーがつくことによって操作がしやすくなるんですね。なのでちょっと手の小さい方とか、指の間がこう開きにくい方にも操作がしやすいという、ね、配慮がされている楽器で、とてもいいんですね。はい、まあ、遠隔操作みたいな感じなんですけれども、ちょっと遠いところを触りたいときに、本来ならね、指をガッとこう開いて、穴を塞がなきゃいけないところを、補助がついているので押さえやすくなっているという、塞ぎやすくなっているという形になっています。で、まあ、体が大きい方はそういうのなくって、本当に穴だけでいいよというのもありますし、はい、そして最後にこちらですね、これですね、バスリコーダーと言います。これも少し補助的に、キラキラがついています。はい、私の銀色なのでこちらの角が上かもしれないです。はい、これも木製があったりとか、プラスチックのものがあったりとか、いろんなものがあるので、まあね、価格帯もいろいろなんですけれども、こういったようになっています。それで皆さん、リコーダー吹かれた時に、小学校で習った時は、リコーダードレミファソラシでは親指からだったよな。でも中学校に行ってアルトリコーダーやった時に、ドレミファソラシはあれ、なんか違うぞ、こっちじゃないぞって、なんか思われた印象を持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。実は、ソプラノリコーダーとテナーリコーダーが仲間なんですね。というか長さが
半分なんです。倍なんですね。ここはだから同じ指使いになります。ここは同じ指使い。そしてアルトリコーダーとこちらアルトリコーダーとソプラニーノも倍違って、同じ指使いになります。実はこれも3倍になります。だから3倍になります。はい、同じ指使いになります。なのでリコーダーはね2種類指使いがあるんですけれども、あ、はい、そうなんです。なのでちょっと指がね混乱してしまうんですけれども、そういった仲間同士で、なのでだからソプラノから、すぐにアルト吹くと指が違う間違えたってねよく私たちも怒るんですけれども、そんなような仲間になっています。なので今から、ソプラノと仲間のテナーで、音をちょっとこう吹いてもらいたいと思います。どうやって吹くんだっけ、上から、はい、同じ指使いで吹くとこうやって1オクターブ違うんですね。なのでもう本当に長さもね2倍ということが分かるんですけれども、では、ソプラニーのアルトバスという形で、やっていきたいと思います。今度は下から上からいきますか。はい、というこういうな風に音域の関係があるという、というので、リコーダーファミリーはこんな感じになっています。まだまだね実は立ってしか吹けない、何リコーダーでしたっけ、コントラバスリコーダーとか、グレートバスとかいうねのもあります。もうそうなってしまうと、もう本当に立つもう立つぐらいの背丈になってしまうので、なかなかね私たちもまだそこまでは持ちきれてないんですけれども、ゆくゆくはよかった、手挙げてくれました。なんか手に入れたいなみたいなことはね考えています。はい、ということで、楽器のお話をさせていただきました。
皆さんの拍手によって、いいんですか？いいですか？時間押しますよ、大丈夫ですか？すみません、ありがとうございます。ですね、ありがとうございます。私たちもこれからどんどんと、ね、頑張ってまた演奏活動していきたいなと思いますので、また次ね、皆さんともお会いしたいと思いますし、皆さんもこれからね、どん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 とまたいろんな、ね、コンサートに出かけてください。はい、では今日は本当にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。